歴史家の濱田晃一郎です。今日は蘇我技研に黒幕はいたかというテーマで話していきます。1193年の5月、蘇我兄弟の仇討事件が起こります。源頼朝によって駿河の国振野で催された巻狩りというイベント、そのイベントの期間中に頼朝のお気に入り工藤祐経が蘇我祐成時宗兄弟によって殺害されてしまう。蘇我兄弟は工藤によりお父さんを殺されており、彼らはその仇を討ったのでした。兄弟は頼朝の宿舎にまで乱入し、一説によると兄弟は頼朝までをも殺そうとしたのではないかという声もあります。そしてこの仇討ちには黒幕がいるとして北条氏、具体的に言うと北条時政の関与を疑う見解もあるんですが、私は北条時政に頼朝の命を狙う動機やメリットがないこと、また蘇我事件後時政が何らかの処罰を受けた形跡がないことから、北条氏黒幕説には懐疑的です。では蘇我事件に黒幕はいなかったのか、北条氏以外に疑われている人としては源頼頼がいます。頼朝の異母弟として平家方討伐にも貢献してきた武将ですね。捕虐監禁という南北朝時代にできた歴史書によると、振り野で頼朝が撃たれたという誤情報に接し慌てる北条政子に対し、頼頼は私がいれば幕府は安泰ですと慰めたと言い、それが元で野心を疑われたと言います。この逸話が嘘か本当かは分かりませんけども、史実としては頼頼はこの同じ年の8月に謀反の疑いをかけられて伊豆に流罪になっています。吾妻鏡などで頼頼の行動を見ても謀反を起こすような人間には見えず、謀反というのは冤罪でしょうが源氏一族であるということで疑われやすい立場にはありました。私は蘇我事件と頼頼は無関係だったと考えています。幕府首脳部が蘇我事件を頼朝暗殺の陰謀と認め、事件後に関係者の追及があったと説く人もいます。確かに同じ年の11月には安田義貞の嫡男義助が斬首となっていますし、この義貞も連座して所領を没収、翌年には謀反の疑いありとして斬首されています。ちなみに安田氏は戒厳吏です。これらのことを蘇我事件の首謀者関係者の追及とする人もいますが、彼らが蘇我事件に関与したから幕府が処罰したとするのは慎重でなければいけないと私は思うんです。頼頼が流罪となったのは事件から約3ヶ月後のことですし、安田義助が斬首された要因は女官に恋文を投げ入れたという罪でした。どちらにしても言いがかりをつけて処罰した感じですが、彼らが本当に蘇我事件において頼朝暗殺に加担していたなら、もしくは幕府側がそう認定したならば、堂々とそれを理由に処罰すれば良いだけのことですし、吾妻鏡にもそのことを書くはずだと思うんです。そうでないということは蘇我事件には黒幕はおらず、また事件後の武将らの処罰もそれとは無関係だと私は考えています。何より吾妻鏡には蘇我時宗は頼朝に殺意があったとは書いていません。ただ頼朝に工藤祐経を可愛がったことなどの恨みを述べた上で利害をするつもりであったというんです。ということで蘇我事件に闇はなし、黒幕はいないというのが平凡ながら私の結論なんですね。今日は蘇我事件に黒幕はいたのかというテーマで話してきました。以上 YouTube 歴史塾濱田晃一郎でした。